皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はまずはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。先ほど計量前の会見が横浜市内のホテルで行われましたね。そこで井上尚弥選手、はい、登場しましたね。いや、頬をこけてますね。やはりまあ計量前なんで、まあちょっと厳しそうな感じもしました。ただそれ以上に、なんかもうやたらイケメンだなと思いましたね。今日はかなりなんかもう芸能人もみたいな雰囲気がありました。そこで TJ ドーヘニーと並びましたね。そこで感じたのが、いや、ドヘニー、でけえな。身長っていうよりも、体全体がやっぱり、ドヘニーは、でかいと思いました。試合当日、多分ね、本当に、5キロ以上の差が出てくるんではないかなと思いますね。まあ、ただね、ルールに沿って戦うので、それはしょうがないですね。まあ、ボクシングっていうのは、もう、体重バラバラで戦うんですよね。階級があるといえ、もう計量が前日なんで、もう基本的には体重バラバラで戦うスポーツなんですよ。この計量級においても、5キロ差というのは、あるんではないでしょうか。重い階級に行けばもっと差がありますよね。まあ体重が重い方が勝つわけでもないんで、まあ問題ないでしょう。そこで本日の会見では特に当たり障りないことを言いましたね、全選手。ドヘニーの方は井上を、まあ、リスペクトしていると言いました。そして井上尚弥選手も、まあ、特にドヘニーに対する印象も、まあ、前回と変わらないと言いましたね。何事もなく終わりました。そしてセミファイナルで行われる比嘉大吾対、武井良樹なんですけど、まあこれ二人もう本当に仲いいんでしょうね。まあ過去には一緒にトレーニングもしていて、もう本日もバチバチっていう感じはしませんでした。この試合に関してはね、結構勝負論があるんですよね。結構比嘉大吾有利という声と武井良樹有利という声が、まあ半々まではいかないんですけど、まあ、出ていますよね。自分の予想では武井良樹選手が結構な差を見せつけて、中盤あたりに KO で終わるんじゃないかなとは思いますね。この体格差なんですけど、武井良樹、比嘉大吾。これ見て、やっぱ比嘉大吾選手は幹が太いですね。そして武井良樹選手は、まあ、細長い。武井良樹選手はだから遠くからのストレートを今回ね、当てると思いますよ。いや、だからこのモロニー戦からどれぐらい武井良樹選手は成長しているのかも楽しみですよね。比嘉大吾選手は結構ごついですね。俺もうバンタムでもきつそうな感じしますね、これだけ太いと。そしてもう一つ大注目の試合、平岡アンディ VSイスマイル・バローゾ。ここなんですけどね、これ一番注目かもしれませんね、ある意味。バローゾは、41歳ですね。WBA スーパーライト級暫定チャンピオンです。いや、もう平岡アンディ選手はもう最大のチャンスですよね。もうスーパーライト級あたりでこういうチャンスっていうのは本当生まれないんで、ここしっかり勝てるかですよね。そして、バローズは平岡アンディ選手のことを知っているのか。ここなんですけど、バローズが、本日のインタビューで何を言ったかというと、平岡はいい選手、若い選手と思うが、私たちは勝利のためにやってきた。スペクタクタルな素晴らしい試合をしたい。どんな展開にも、対応できる準備をしてきた。相手がどのように出てくるかで試合展開は変わっていくと思うとね、当たり障りないコメントしてましたね。平岡アンディ選手のことはもうこれあんまり知らないでしょうね。もう本当にアジアの格下の選手というふうに見てるんじゃないですか。まあ日本人が、まあ対人選手
を見るような感覚で見てるんだと思いますよ。いやー、アンディ選手はね、もうこれね、今回チャンスをいただいて感謝ですと言っています。いや、ここだから勝てば WBA のだから正規チャンピオンホセ・バレンゼーラ、こちらの挑戦権を得るんですよ。まあこれ挑戦者決定戦ですからね、これ勝って一気にこれちょっと海外でね、ビッグマッチに実現させてほしいですね。そしたらあの WBA なんでデイビスとかもね、絡んでくる可能性もありますよね。まあデイビスはライト級なんですけど、まあスーパーライト級でも戦うとは言われておりますよね。いやー、ここは楽しみですね。アンディ選手ね、はい、どうなるか。まずは軽量ですね。3日なんですが、台風はどうやら大丈夫そうですね。そして井上尚弥選手のじゃあさらなるちょっと気になる話があるんですけど、井上尚弥選手の次戦はまあ年内に、おそらく年末ですね。一応サム・グッドマンで内定しているみたいなんですよ。どこまで内定しているかわからないんですけど、交渉中ということですよね。だから交渉がうまくいけば、まあ、年末にサム・グッドマンと日本で戦うと言われておりますね。ここはだからサム・グッドマンが骨折をしているとか、もう一試合挟みたいとか、ああだこうだ言わなければ決まるんでしょうね。はっきり言ってサム・グッドマンが井上尚弥選手と戦いたいのか戦いたくないのかっていうのがよくわからない状況ですよね。これもしサム・グッドマンと決まらないのであれば、誰にやるんでしょうか。ムロジョン、アフマデリエフあたり来るんでしょうか。誰が来ても今ね、同じですよね。そして、興味深い話がもう一つ出てきましたね。これちょっとメディアで紹介されてるんですけど、どうやらトップランクの、ボブ・アラム氏が来年に一試合、ラスベガスでの試合を計画しているとのことですね。おー、ついに来るかといったところですよね。ラスベガスの主にでかい会場というのが、まあ、かつての聖地 MGM グランドガーデンと、そして新しいボクシングの、これも MGM グループなんですけど、T モバイルアリーナっていうのがありますよね。T モバイルアリーナが2万人収容ですね。今、まあ、カネロとかね、ビッグマッチはこの T モバイルアリーナですよね。そして井上尚弥選手が、だから来年1試合ラスベガスでという計画があるようです。今回だからボブ・アラム氏がそのことでなんて言ったかというと、私の計画では年内にもう一度日本で試合をして、これがおそらく年末のグッドマン戦ですよね。その先はアメリカで1試合したいとプランを明かしております。大谷が試合をすれば日本人がたくさんロサンゼルスに来るでしょう。井上がラスベガスで試合すれば同じようにたくさんの日本人が来ますと、まあこう言ったそうですね。そして井上の市場の第一は日本、その次にアメリカですと言ったようです。 MGM とも話をしている、大きな会場でやるという話です。おそらくこれ T モバイルアリーナ、まあこれトップラン工業となるわけですよね。まあ、MGM グランドガーデンではないでしょうか。ちょっと T モバイルっていうのはちょっとまだないんではないでしょうか。ちょっと対戦相手がいないですよね。やっぱりこれ MGM になるんではないでしょうか。そして気になる中谷淳人という名前が出ましたね。うまくいけば来年井上と中谷戦が日本の歴史上最大の試合になるとも言いました。だからボブアラム氏はこの井上尚弥と中谷淳人というのを戦わせたいということですね。ただそれ実現するまでに全部がうまく進まないと難しいでしょうと言っておりますね。だから中谷淳人選手がもうちょっとね、ビッグネームにならないとちょっとこれは、厳しいのかなとは思うんですけど、そして来年ラスベガスで1試合、そして中東開催についてもあるかもしれないと言ったようですね。これはリアドシーズンですよね。サウジアラビアリアドシーズン。まあ、トップランクがリアドシーズンと提携したので、これも計画があるということですね。井上尚弥選手は過去に
コロナ禍の時にラスベガスで試合したんですよね。ただ当時は無観客、まあ2試合ともねコロナ禍だったんでね、もう1試合は人入れたんですけど、あんまり入れられなかった、小さい会場であまり盛大にはできなかったんですよね。ただその時と今はもう全然注目度が違うと言っておりますね。もう今はもうボクシング界の顔役ですもんね。もう今やったらもうこれ、これもういや、対戦相手によっては本当に MGM でもできますよね。いやー、なのでね、これ MGM にやるにしても結局対戦相手ですよね。それなりの対戦相手がいなければ、まあ注目はされないですよね。それはどの選手も同じですよね。果たしてそれ相応の相手が見つかるか。そしてまずは今回ドヘニーにしっかりと勝たなくてはいけませんね。まあドヘニーもね強敵ですがね、まあきっちりと圧倒的な差で勝利を見せてほしいと思います。はい、ということでね、まずは軽量ですね。軽量が月曜日、はい、ここを楽しみに待ちましょう。それではね、本日はここまでとなります。これを聞いて良いと思ってくれた方はチャンネル登録の、あと X と Instagram、 あと自分が行っているサブチャンネルの、MMA とキックボクシング等を特集している格闘言いたい放題ラジオの方も興味ある方はよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。